ンドしていきました。岡村選手、見返しが早いどうなの、腰が入ってるような、なんか独特なフォームですね。状態は軽いですけど、腰はしっかり入ってますね。うまいです、うまいです。これなかなかいいですけど、久保さんもバッチリ取ってくれてます。しっかりカッコに走りをして、後で自分でこう、ほれぼれしてください。さあ、損保しているし、Z125 が帰ってきますよ。さあ、緑の Z に緑のゼッキが似合ってる。いつまでも緑ゼッキでいてね。まあ、それはまあ、関東の緑ゼッキを目指して頑張りましょう。そう。あ、オーバーとマフラーがいい音してます。さあ、帰ってきた。タイムの方が1分50秒です。さあ、スタートインで気になってしまいました。なんか、それ、補正してもらっちゃダメだったんですか。これ、エンジンブロックでやってるんですか。あ、それはキンクですよ。これキンク、これ何ですか。その辺にあの姿クラインっていうオイルの跡があるんですが、それはキンクですよ。もう君はあのラインに乗って走るべき義務がある。さあ、ぜひともフローしない程度にアクセルを開けてくれ。最終戦で活躍した、グローブに乗る、NSR 対戦、それでは藤田選手、スタートよろしいか。はい、それでは行きましょう。スタートは良かったように見えたが、まだリアクションタイムが 0.2 秒。今の誰か写真撮りました。ちゃんとあのバターの間からパイロン生えてましたよ。さあ、一回エンジンを切ってバイクを持ってます。後ろは遅いやつが走ってるから大丈夫ですよ。さあ、まあ、そんなこと言いながら、パイセン結構なんか早いですね。バンクは深い。ただ、本人は回転がグローブでは決まらないというふうに言っておりました。まあ、最後にスラローブしたいですね。膝を出して、膝を出して回転をする。非常にかっこいい。さあ、最後の青回転回って帰ってきますよ。タイムの方が